日本航空の経営再建策をまとめている専門家チームは取引銀行に提示した再建案の中で一,定一連のリストラで年間500億円を超える利益を上げる体質を目指すことが明らかになりました再建策では不採算路線からの撤退や年金支給額の減額などで年間500億円を超える営業利益を出すとしています同時に取引銀行に2500億円を超える再建放棄を要請しています 銀行側は巨額の債権放棄の上に新規の融資には応じられないと債権策の受け入れを今のところ拒否していて交渉は暗礁に乗り上げています。